第5レース、1着となりました奈良の本砂優選手だわ、1着おめでとうございますわ、ありがとうございます、人気に応えてのライン独占、ワン、ツー、スリー、決まりましたわ、そうですね、やっぱりラインで決まったら自分も気持ちいいんで、よかったです、踏んだ感触、いかがだったかしら、そうですね、いい感じで増えました、この高知バンクは初めてですわね、そうですね、初めてです、はい、いかがだったかしら、そうですね、500の割には、ちょっとやっぱ直線が短いんで、走りやすかったですね。はい、ということは、 元瀬名選手にとって、そう有利かもしれないですね。はい。バンクコンディションはいかがだったかしら?。あ、すごい良かったと思います。はい、ということは、明日、明後日も期待してよろしいかしら?。そうですね。しっかり一着目指して頑張りたいと思います。今回際の目標はズバリ。やっぱり、走る限り優勝目指して頑張りたいと思います。皆様、お聞きになりました。優勝目指してですわ。拍手をお願いいたしますわ。嬉しいです。そうですね。はい。それでは。 一着コースタートということで、もたすな選手、妹さんが今競輪学校に入ってらっしゃるんですの。その妹さん、なゆみちゃんに向けて一言、あちらカメラに向けてお願いいたしますわ。えっと、俺もコーチ競輪で頑張ってるんで、競輪学校もっと頑張ってきてください。おめでとうございます <laughs>